どうも畑キャンプでございます。今回から始めます畑キャンプ料理コーナー、司会を務めさせていただきますのは私リーダー大使でございます。よろしくお願いいたします。それでは早速畑キャンプが起こる料理人シンジのご紹介をさせていただきます。それでは先生どうぞ。それでは先生よろしくお願いいたします。よろしく。それでは早速なんですが、今回作っていただく料理紹介させていただいて構いませんか。任せて、ちょっと調べる。先生、先生、あれ今からですか。今から調べる。あ、今からですか。あ、今から調べるんですか。ちょっとカメラさん、この人の手元を見させていいですか。先生、ちなみにちょっとカメラさんに向かって、それ何ですか。これ私が書きました。キャンプで簡単に作れる男のズボラ飯50レシピ上編です。なるほど。この中から先生は今回何か一つ料理を作っていただけるということですね。はい、そうです。その学校は何ですか。これはですね、ポルコです。はい、それでは早速作っていただきましょう。よろしくお願いいたします。本当にそのままやるんですか。うん、先生、その通りだよ。わかりました。何かおかしいかい。いやいや、何でもおかしくないです。はい、どうもよろしくお願いいたします。それでは先生、早速何から始めさせていただいたらよろしいでしょうか。いや、これは本当に簡単ですよ。はい、これらを使って調味料を作った後に牛肉を入れて、それで味付けした後にもやし入れるだけ。あ、なるほど。つまり誰でもできるキャンプで使える簡単な料理ということですね。そうですね。はい、それでは早速調理させていただきます。いたします。先に、ね、調味料作りますか。まずはね、合わせ水と書いてるけど、実際はね、なんでもいい。ただおすすめよ、これ。なるほど。用途がわかんない。はい。市販で売っている若豆味噌の素ですね。これがね、料亭のやつで一番 甘いやつかな。なるほど。だからちょっとこれがおすすめかな。そちらを使っていただきたいということですね。また、うん、これ一袋入れます。はい、まずはこちらからスタートしてくると。あ、皆様は、手を洗うところからスタートしてください。あ、ごめんなさい。はい、よろしくお願いいたします。で、次にみりん。はい、みりん。みりんを約大さじ1。はい、みりん大さじ1杯です。はい、これも大さじ1。大さじ1杯です。まあ、普段はね、こういうのもないけど、自分はあんま測りません。目分量でも構わないということですね。好みなんだよ、味は。なるほど。醤油も大さじ1。はい、すべて大さじ1杯です。そして砂糖も大さじ1なんだけど、あ、これもなんだけど濡らしちゃったからもう直接入れます。はい、皆さん真似しないように大さじ1杯です。これを混ぜます。はい、しっかり混ぜてください。ちょっと味見よう。ちょっと足す。はい、目分量です。目分量何が悪い。それを足すときに何か基本とか基準とかありますか。自分の好みで。あ、お好みでみりんを入れるとかいう形ですね。かしこまりました。皆さんは手を洗ってから調理してくださいね。さて、じゃあ次は早速炒めます。はい、次は炒めます。火が見えない。
熱したフライパンに油を、はい、オリーブオイルをなじませてください。牛バラ肉、牛バラ肉何グラムでしょうか。それはですね、今回はちょっと小さめで130グラム。ちょっと火が通ったらここで作った調味料を入れます。あ、火が通りましたら調味料をすべて入れる、うん、でこれでまた肉に火が通るまで焼きます。なるほど。この時はガスコンロである場合は中火でも大丈夫です。なるほど。あ、美味しそうな匂いがしてきましたね。いいですよ。味噌の味も味噌の匂いもします。若干何言ってるかわからない時があるんでね先生。はい、ありがとうございます。じゃあここまで行きましたら次はもやしを入れます。あ、次にもやしを。じゃここでポイント、はい、もやしはさっと炒めるだけでいいんで強火でいきます。ここからここから強火で、ちょっと強めの火でいきます。あ、火力を最大にして、はい、一気に焼き上げる形ですね、うん。ちょっといつも使っているよりもちょっと小さいんでちょっと不調ですけど。あ、でもすごくいい匂いがしてきましたね。あの中火であるともやしからも水分が出て下から汁がいっぱいできるんで。なるほど、さっと炒めると、うん、はい。これで出来上がりです。出来上がり、美味しそうですね。すごく早いでしょ。あ、とても素早く出来上がってとてもいいです。一口いただいて食べてみて。どうぞ。お味噌も絡んでとてもお味噌も絡んで甘みもあり、もやしもシャクシャクとしてとても美味しいですね。ありがとうございます。どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。本も発売してるんで買ってください。